FC 東京は14日の国立で行われる主催試合の名古屋戦で、先着3万人に特製ベースボールシャツをプレゼントすると発表した。チームは現在6戦未勝利、2分け4敗で、7月13日の新潟戦200を最後に勝利から遠ざかっているが、改修後に国立で開催された主催試合はここまで8戦無敗、7勝1分けで、 今季も3戦3勝。首相の DF 森重正人は、来場者限定でプレゼントさせていただく、特製ベースボールシャツを着て、国立競技場を青赤に染めてください。久しぶりの勝利と青赤の熱狂を皆さんに届けられるよう、僕ら選手、スタッフも全力で頑張ります。国立競技場を共に盛り上げましょう。会場でお待ちしています。とコメントした。